国会でもこの収支報告についていろいろと質問されてますよね。まず国会にこれを最初に説明して、どこが間違ってたか、それを説明するのが筋じゃないですか。国会をバカにしてるんですか。片山大臣。お答えいたします。この度訂正をさせていただきまして、ご指摘をいただきました収支報告書等への記載の漏れがあることが分かりましたので、事務所スタッフで確認作業を行ってまいりました。この作業が終わりましたのが、昨日の夜、夕方でございましたので、午後、夕方、総務省におきまして訂正済みの作業をいたしまして、その夜分かり次第、報告をということをして、公表したわけでございます。以上でございます。また国会におかれましては、この件につきまして今までお聞きいただいたことに、謙虚に丁寧にお答えし、これからも謙虚に丁寧にお答えしていく所存でございます。以上でございます。今井正人君。いやいや、なぜマスコミに先にこの公表してしたんですか。国会で質問されているでしょ。そんなに国会を軽視してらっしゃるんですか。まずは国会で説明して、それから一般に公表するべきじゃないですか。片山大臣。お答えいたします。先ほど申し上げましたように、できるだけ早く収支報告全体を正確を期して、一件一件相手様とも確認を取って、終わらせたいということで、頑張ってまいりましたが、昨日その作業が終わりましたのが、夕刻ということで、それからすべての訂正を終わって、その時間というのはもう夕方、夜になっておりますので、それから公表をさせていただいたということでございます。そして今日の委員会を伺っております。以上でございます。片山大臣、多分ご質問はなぜマスコミに先に言って、でなぜ国会じゃなかったのかということだと思いますので、その点についてお答えください。はい、片山大臣。はい、お答えいたします。まずその収支の報告の訂正の作業が行われて、ようやく終わりましたのが昨日の夜という時点でございますので、国会はその時点であるわけではないので、まずその公報をさせていただいて、今日の委員会に臨んでいるということでございます。以上でございます。今井正人君。昨日国会空いてないって言いましたけど、そうしたら緊急に会見でも開いて説明されたらよかったんじゃないですか。少なくともこんな紙一枚パッと出されてですね、しかも報道機関各位で、私たちが質問しなければこれ国会で説明しなかったわけでしょ。まず自ら説明するっていうことをなんでなさらないんですか。はい、片山大臣。お答えいたします。この件につきましては、今までもご質問を受けた件につきましては、その時でできる限りのことをすべてきちっとお答えをさせていただいておりますが、繰り返しになりますけれども、作業が終了したのが、昨日の、事務時間終了、事業時間終了間際でございまして、でそれで直して終わった時点でようやくコメントが完成したのが、配布して公報したお時間だったということに尽きるわけでございます。いずれにしても国会での、お尋ねがございましたら、一つ一つ丁寧にお答えをさせていただく所存でございます。以上でございます。今井正人君。これね、記載漏れ34件と、もう驚くべき数字です。しかも今回3回目ですよ。大臣になられてから3回目の訂正、34件でありましたって説明してるだけですけども、これ詳しい内容とどの部分が修正になったのか、これ国会に提出してもらえますか。片山大臣。収支報告につきましては、そういう形で、その閲覧というか、そこからできるものでございまして、その資料につきましては、委員会の方の、ご指示があればということになるのかと思います。いずれにいたしましても、内容につきましてはご説明いたしますと、今までの、3回は同じ事象に基づいておりまして、収入の記載漏れのうち、大喪の29件が、
平成28年の参議院選挙の際にいただいた陣中見舞い寄付でございまして、この28年の参議院選挙の際にいただいた陣中見舞い寄付につきましては、私の政党支部でございます25支部からの寄付ということで、領収書を相手にちゃんとお切りしていたんですが、その耳に領収書を出した相手日付等の控えをこちらに書かなかったということがございました。で、そしてそれを政党支部から選挙事務に、選挙事務所に寄付をしたものと誤解して、選挙運動収支報告書にその旨の訂正をいっぱいいたしましたが、一旦いたしましたが、その後選挙事務所への寄付は政党支部の政党助成金口からの寄付であることが判明いたしましたので、当初の選挙運動費用収支報告書につきましては変える必要がなかったということで元に戻したということでございます。以上でございます。今井正人君、詳細は総務省のホームページ見てくださいって、それはいくらなんでも丁寧さに欠けると思いますよ。どこを訂正したかってきちっと出していただきたい。委員長、この委員会にですね、その経緯とそのどの部分を訂正したのかっていうその部分の、資料ですね、それを提出していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、資料の要求につきましては今ご指摘いただいた点について、五国理事会で協議をいたします。今井正人君。それでですね、そもそも訂正をこれで3回、しかも今回は30何件ですけど、私も9年ぐらい議員やってますが、もちろん訂正はあります。しかしこんなに訂正があるのは私は見たことありませんよ。どうしてこんなに訂正だらけになるんですか。どうしてこんなにミスが、3回も訂正して、しかも今回は34件。どうしてこんな訂正だらけになっているんですか。片山大臣。はい。はい、お答えいたします。この度の政治資金収支報告の訂正は、先ほども申し上げましたより、その対象が平成28年の参議院選挙の際に、選挙収支の事務を担当していた秘書が、その時の、いわゆる、その、いただいた寄付の、領収書の控えを取らなかった。そのままその秋に退任してしまい、28年の収支報告を担当して、その年の秋に着任した秘書が、誤認をしてしまったということが対象の原因でございます。で、またそのご指摘を受けた選挙運動収支報告書にも関わり、それから政治資金収支報告書の事務担当ということで名前が載っておりました、当時のもう一人の秘書が、今年の3月にお亡くなり、残念なことにお亡くなりになったことで、ここまで確認作業が遅れてしまったというのはその大きな原因でございます。このために今回訂正にあたりましては、慎重の上にも慎重を期して、相手方の企業や機関一つ一つに確認を行って、また企業や中で応援をしていただいているけど寄付を行っているかどうかわからないところにも全部お尋ねを出しまして、過去にわたってそういうものがないかを基本した上にやってまいりましたので、ちょっと時間がかかってしまったということはございまして、体操の原因は委員がご質問がいただいた中の34件中29件が参議院選挙の時のもので、残りの5件につきましては自民党のある支部からの支部への私どもの寄付なんですが、そのことについて領収書をある秘書に出したはずだというふうに川崎支部のような方がおっしゃっているんですが、その受け取った秘書の方が先ほど申し上げた亡くなった方でございまして、私どもの方には控えがございません。控えがない理由もわからなかったんですが、そういうことによって生まれてしまったという、その2種類でございます。以上でございます。今井正人君。ですね、お亡くなりになったから確認できないって、それ理由にならないですよ。そうだよ。そもそも秘書のを務めている間にきっちり引き継ぎをしていなかったことが問題なんでしょ。片山事務所はそんな引き継ぎもできない事務所なんですか。そんな引き継ぎをちゃんとできないようなそんな事務所なんですか。片山大臣。お答えをいたします。今のその34件中29件についての参議院選挙のときにいただいた、いわゆる陣中見舞いですね、陣中見舞いについて領収書をきちっと25支部宛てで差し上げたけれども、その控えを取らなかったという方は、
その後退職されて民間に行かれてまして、今回について、まあ、聞き取りを行いましたとこ、それも自分のミスで引き継がなかったということを言っておるわけで、まあ、それはそういうミスのある方を雇ってしまったということは反省をしなければいけないんですが、まあ、要するに、まあ、全く引き継いでなかったということでございまして、でその後に来た方は、まあ、要するにその領収書自体が存在しないものですから、その帳簿に載せることもできなかったわけですね。ということできちっと帳簿の作成はしているんですけれども、漏れたということでございます。以上でございます。今井正人君。もうずさんとしか言いようがありませんね。その事務所の責任者は、片山大臣ご本人でしょ。最終責任はあなたにあるわけですよね。引き継ぎもできないようなそんな事務体制を作っている、そんな方が国を担いますか。大臣なんかできるわけないと思いますよ。うん、いや、そういう、だから事務所の管理すらできない、マネジメント能力のない方が、大臣をやる資質は私はとてもないと思いますけれども、自らやっぱりそこの部分は襟を正して、まあ、今回は身を引かれたらいかがですか。片山大臣。お答えをいたします。2年前の、まあ、参議院選挙、まあ、全国の参議院選挙というのは非常に大きな選挙で膨大な作業も伴うものでございますが、まあ、いずれにしても、まあ、その後辞めた人間と新たに来た人間2年数ヶ月前ですが、まあ、そこの、引き継ぎができなかったことは深く反省し、また一人の人間がチェックを行うとそういう漏れも起きにくいということで、今回2年数ヶ月前のことを反省し、複数チェック体制にするとともに、ますますきっちりと強化して、マネジメントリスクを務めてまいりたいと思います。以上でございます。今井正人君。ちょっと参考のためにお伺いしますが、大臣はその引き継ぎがうまくいかなかったっていろんなところで何度もおっしゃってるんですけど、そんなに大臣のところは秘書がたくさん変わるんですか。今まで施設も含めてどれぐらいの方が変わられたのか教えていただけますか。片山大臣。お答えいたします。これも申し上げたことがございますが、参議院になって私は8年4ヶ月になります。でその前の衆議院は選挙区でございましたので、そこは一旦切れると思いますので、参議院になりましてからは公設施設含めて秘書は累積約20名でございます。でもちろん一番長い方は8年4ヶ月いらっしゃいまして、ただそれは地方の方で、ずっと私の旧選挙区のところに常駐しておりますので、議員会館の事務は一切しておりません。議員会館の事務で長かった人間で一番長かったのが4年以上おった者がおりますが、まあ、その方は、去年の10月に退職されて、今年の春に亡くなられています。まあ、その後3年ぐらいの方、2年の方、確かに平均的に4人か 4.5 人ぐらいが8年4ヶ月いらっしゃるということになって、割り算をしますと平均在職が2年前後になりますから、まあ、その2年が長いとおっしゃるか短いとおっしゃるか分かりませんが、まあ、その部分で引き継ぎで問題が生じたところというのはここだけなんですよ。でそれが選挙の時だったということでございまして、いずれにしても深く反省しておりますが、今後二度とこういうことがないようにダブルチェック体制等を引くことにしたところでございます。以上でございます。今井正人君。20名というのはいかにも多いと思うんですよね。私 の, 東京の事務所は、私は当選して以来ずっと勤めていただいてますけれども、やっぱり人の管理とか、そのこういう収支報告書って非常に重要なもんですよね。こういう管理がしっかりできていない。まずそこからやられたらいかがです?大臣やる前に。自分の事務所のところしっかりもう固めてくださいよ。でもうこれ以上収支報告間違いもうないですね、これ以上。片山大臣。お答えさせていただきます。今回そのご指摘をいただいた、まあ、主にその政治連盟を持つ団体からの寄付が多いのですが、まあ、それにつきましては私が正式に2年半前の選挙でご推薦をいただいた団体およびその支部等を含めてすべてチェックをしておりましたので、それ以上ないというふうに我々は考えておりますし、今後もこういうことがないようにしっかりとマネジメントをやってまいりたいと考えております。以上でございます。今井正人君。
これ以上また出てこられたら今度4回目ですから、もうさすがにもうちょっと看過できないと思いますが、その場合は大臣お辞めになります？片山大臣。はい、お答えいたします。いずれにしてもこういったことを踏まえて、二度とこういうことが起きないようにきっちりと体制も変えましたので、マネジメントに努力してまいりたいと考えております。以上でございます。私はとても大臣を務められるとは思いませんが、もう一問、ちょっと時間がありますので、もう一問。先日カレンダーの話、僕、取り上げたと思いますが、あれからいろいろ、私の事務所に電話とかが入っておりまして、まあ、ある方から、昨日電話ありました、ある会合の場で、土壌よりうなぎカレンダー、あれですね、優勝で売っておられたやつです。あれをその場でタダでもらったと、片山大臣が言っていることは間違っているというお電話がありました。で、私はその真偽は分かりませんよ。自分で確認できませんが、ただそういうお電話がありました。そういうことは絶対ないですか？片山大臣。はい、お答えいたします。カレンダーにつきましてはお答えをさせていただいておりますように、2011年の暮れに作成した、まあ、土壌よりうなぎカレンダーにつきましては実費でという形でホームページ上にそういうご希望があればお分けしますということは言いましたけれども、販売実績はございませんでした。その後私どもの方としてはすべてその何らかのその講演会ですとか、ああいったそういう自民党の関係の支部の団体ですとか、そういうところにしかお配りをしていないというふうに認識をしておりますが、まあ6年近く前なので、今現在何がどこに行ったかということはご確認はできません。以上でございます。今井雅人君。いや、大臣は対価のあるところでしか私は配っていませんとおっしゃってますけど、それ正しいんですか？そういう対価がないところで配ってないですね、本当に。片山大臣。ご指摘のものにつきましては、私どもは講演会やパーティーや、それいろんな催しなど、対価を取った会合などで配布をするために作って計上しておりますので、でそのような形で事務所は管理しておりますが、その6年前でございますから、1枚1枚の行方まではそれは無理でございますということで何度もお答えをしております。以上でございます。いやいや、その場で大量に配ったというふうにその方はおっしゃっているんですよ。一人がたまたま受け取ったんじゃなくて、その会合でみんなに配っていたっていう、そういう事実はありませんね。そしたら片山大臣。6年前のことですので、どの会合がどうだったという記録もございませんが、私どもとしてはそういう認識はございません。以上です。今井雅人君。国会の場でですね、対価のないところでは配っていないと発言されたことは非常に私は重いと思いますので、認識なんですか？じゃあ、ないとは言い切れないということですか？片山大臣。お答えをいたします。その2011年の暮れに作ったものでございますから、今から7年前でございますの でしかも現状その記録も全く残っておりませんので、あくまでも認識ということでしかお答えはできないことはご理解をいただきたいと思います。以上でございます。今井雅人君。やっぱり緩いですね。うちはそんな対価のないところで絶対に物を配らないというのはその徹底してますから、私はありませんって断言できますよ。断言できないんでしょ？それぐらい緩い管理をなさってるということじゃないですか。やってるかもしれないと思ってらっしゃるんでしょ？そんな管理をしている人にやっぱ大臣なんか務まらないと思いますよ。そこはよくご自分で考えた方がいいと思います。すいません、あと5分しかない、桜田大臣いらっしゃっていただいたので、ちょっと一つ質問させていただきたいと思います。大臣ご就任おめでとうございます。サイバーセキュリティというのは本当に非常に重要で、今政府内も多分国会のところも何度もアタックを受けているんじゃないかと思いますけれども、大臣はこのサイバーセキュリティについて知見というのはご経験
そういうものはもともと終わりなんですか。桜田大臣。サイバーセキュリティ戦略本部を担当する大臣として適任かというご質問だと思うんですが、まあ、国民目線に立った、サイバーセキュリティ対策をしっかりと実施することが私の大きな役割の一つと認識をしております。また私の担当である東京オリンピック・パラリンピック大会に万全を期すためにもサイバーセキュリティ対策は重要だと考えております。国民の期待に応えられるようしっかりと対応させていただきます。今井正人君。国民目線のサイバーセキュリティ対策ってよくちょっと意味がわからないんですけど、今政府内も国会内もいろいろアタックを受けていると思いますが、サイバーセキュリティ戦略本部がこの政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準というのを作っておられますけれども、これは全部お読みになりました。桜田大臣。全部は目を通しておりませんが、何ページかあることについては説明は受けております。内容については内容受けてる、はい、今井正人君。非常にいいことたくさん書いてありますから、私も全部読みましたけれども、ぜひ内容全部チェックしていただきたいと思います。でもう一個、それに準拠して今度は衆議院の事務局もセキュリティ対策基準というのを、まあ、作っています。で、我々は議員会館等で活動しておられるので、当然そのサイバーセキュリティの対策というのは自分たちもいろんな情報を持ってますから非常に重要なんですけれども、大臣の事務所ではどういうサイバーセキュリティの対策しておられますか。桜田大臣。私の個人的な国会事務所の中のことですか。そうです。特に私は秘書からはそういう話は聞いておりませんが、そういうことについては常に万全な対応をしておくようにということで秘書には指示しておりますし、私の秘書はそういうことに堪能であります。今井正人君。でご自分はよくわからないということですね。ご自分の自分でパソコンはお使いになっていらっしゃいます。桜田大臣。私は25の時から自分で独立をしてやっておりますので、そういうことについては常に従業員あるいは秘書に指示をすることでやっておりますので、自分でパソコンを打つということはありません。今井正人君。自分でパソコンを打つことはないということで、サイバーセキュリティのサイバーというのはインターネット上のっていう、そういう言葉なんですよ。ですからパソコンもいじったことのない方がサイバーの空間のセキュリティ対策をするなんて、とても私には信じられません。いやそれはと適材適所って大臣総理いつもおっしゃってるじゃないですか。だからそこに知見がない方が大臣やるっていうのは、それは私は適材適所だと思いませんよ。でそれぞれの事務所は衆議院は欄が走ってて、そこのところの対策はその企業がやっていますけれども、それぞれの人たちは、まあ、自分でウイルス対策 の, ファイルをファイアウォールをしっかりかけて、私も自分でちゃんとそれはチェックしてやってます。これはまあ、今、普通、ネット社会やってる人の常識ですから、それぐらいの知識がない方が、サイバーセキュリティをこれからちゃんと担っていくっていうのは、とても私は不安に感じます。いかがですか。はい、佐川大臣。あくまでもサイバーセキュリティに関することは私一人で決めるべきものでありまして、まあ、私の事務所あるいは国総力を挙げて総合的にやる見ることであって落ち度はないと自信を持っております。今井正人君。私はよくわからないけども大丈夫なはずだと、そういうご答弁だと思いますが、それではとても私は不安で、仕方がありません。その辺のところも、大臣としての資質があるかどうかというのを疑問に感じておりますが、時間が参りましたので、これで質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
次に川内宏君。委員長、はい、川内宏君。おはようございます。委員長や与野党の理事の先生方の